ペンネーム、レモンコンビ。私は、ボヤという言葉を聞くと、もう思い出すでしょ、これ。俺、これすげえ好きで。これはね、あの、お天気ののりくんに大好評で、もう、これをオンエアした日からずーっとぼやぼや、ぼやぼや言ってましたんで。<laughs> 私は、ボヤという言葉を聞くと、体の芯がぽっぽと熱くなってきます。小さな家事的な意味合いのボヤですが、放火をしたいとか、そういう危険なことではなく、ボヤという言葉がエロいのです。小学校5年の時に住んでいたアパートで火事がありました。夏の日の夜だったと思います。4階の住人のお風呂が出火元でした。 男親たちは消火器を持って駆け上がっていき、母親たちは子供を連れて目の前の空き地に飛び出していました。とても混乱していたように思います。私が空き地に出た後に4階から駆け降りてきた幼馴染で初恋の相手でもあるまきちゃん。出火した部屋のすぐ隣に住んでいたまきちゃんは入浴中だったらしく、なんとバスタオル1枚の姿でした。 当然僕の目は釘付け夕闇に白いバスタオルのコントラストを今でも鮮明に覚えています結局消防署が来てすぐに鎮火され大人たちは口々に「ボヤだったかボヤでよかった」など当時の僕にはわからない単語を口にしていましたその時マキちゃんのバスタオルが落ちたのです 僕の目に飛び込んできたのは不思議なところに生えた毛。アンダーヘアー、下の毛、今でこそ様々な言い方を思いつきますが、当時それを表現する単語を習得していなかった私に、大人たちが先ほどから連呼している、ぼやという言葉と、まき <laughs> ちゃんの謎の毛が絡み合っていき、 ぼやこそがこの毛の正式な名称であると刷り込まれてしまいました。今でもニュースや世間話でぼやという単語を耳にすると、なぜ突然そんなエロい単語をと思い、<laughs> 体の芯が熱くなってきます。あのね、とてもいいんですよね。 なんかね、空き家に入ってきちゃう感じっていうんですかね。知識の空き家なんです。要するに、まあ、初めて見た現象だから名前が付いてないんですよ。ね、あのー、なんでもそうなんですよね。もう名前が付いちゃうと、そのついた後の常識にはらわれちゃうので、もう、えー、あれは部屋以外の何でもなくなっちゃうんですけど、だってそこに、そういうものが生えるのかどうかも多分わかんない時に、えー、えー、ってなってる時に、もう一個の事故の、 方も同時に振り添いでるから。<laughs> ねえ。いや、これね、僕とても好きですね。ええ。